八千万円じゃない。平野史洋が手にした驚愕の CM 出演料と、熱戦の舞台裏に迫る。平野史洋のギャラは日本一こんにちは。最新のエンターテインメントニュースをお届けします。今回の注目は、平野史洋さんに関する新 CM の話題です。なんと、保険会社関連からのオファーが殺到していると言われ、まさに、平野史洋争奪戦が巻き起こっているようです。一体どうして クライアントたちは彼にそこまで魅了されるのでしょうかその理由を探りながら彼の活躍に迫っていきます。まず、3月2日午後10時55分、NHK の音楽番組メニュー11で、平野潮さんがテレビ初出演を果たすことが明らかになりました。彼のグループ、ナンバーアーは3月6日にファーストシングルを発売し、その魅力を余すことなく披露する予定です。楽しみにしているファンも多いことでしょう。 そして、東京渋谷の宮下パークでは、1月20日に平野さんの誕生日を祝して、なんとビルの2階から6階までを覆い尽くす巨大な広告が現れ、ファンたちを驚かせました。サントリーの水をテーマにしたこの広告には、平野さんの爽やかな笑顔とともに、新ンスがすがしい人というキャッチコピーが印象的に載っています。この広告は、 昨年9月にサントリーの日畑社長が行った会見でジャニーズのタレントを CM に起用する意義について語ったことからスタートしたプロジェクトの一環です。広告関係者によれば、平野さんの CM 出演料は6000万円程度と言われ、これは一般庶民にとって何年分もの年収に匹敵する金額です。平野さんの人気の秘密は、彼のインスタグラムフォロワー数と、 特に若い女性たちを中心に持つ強い影響力にあります。彼は今年1月にはルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約を結び、アジアアンバサダーに就任。これにより関連商品は飛ぶように売れているそうです。そして、注目すべきは、平野さんをめぐるクライアントたちの熾烈な争奪戦です。特に保険会社関連、自動車メーカー、不動産関連のクライアントが、 出演料を8000万円から1億円まで釣り上げているとのこと。彼の影響力の大きさが伺えますね。一方で、デジタルハリウッド大学のテレビ CM に出演した平野さんも話題沸騰中。30秒バージョンの WEBCM は、YouTube で公開されるやいなや、ファンの間で大きな注目を集めました。実際、テレビ CM 放送時には、関連のハッシュタグがトレンドのトップ5いりするなど、非常に話題となりました。 このデジタルハリウッド大学の CM は、毎年新しい挑戦をするアーティストを起用しており、平野さんの出演は大成功と言えるでしょう。彼の人気や CM 内での発言への反響が、この成功に大いに寄与しています。平野潮さんの魅力と才能は広告業界においても光り輝いており、今後も彼の活躍から目が離せません。どんな新たなプロジェクトに彼が挑むのか、楽しみに待ちたいですね。彼の活躍がエンター シーンに新しい風を吹き込んでくれそうです。